ワールドオーダーは日本のダンスパフォーマンスグループ、音楽グループ。専属契約している音楽レーベルはなく、作品ごとに音楽レーベルを変えている。元格闘家、拓殖大学レスリング部監督、タレント、俳優の須藤元気が男性ダンサーと共に結成。楽曲に関しては須藤元気と共に、渡辺隆やケンイシーなど主にテクノのジャンルで活躍している。 アーティストやクリエイターが同グループの音楽イメージを作り上げている。スーツを着て、メガネをかけて、髪の毛をきっちり固めるといったステレオタイプな日本人サラリーマンのビジュアルに、ロボットのようなダンスというパフォーマンスが海外で高く評価され、日本国内では笑っていいとも。中井正宏の金曜日のスマたへ、情報プレゼンター特だね。 スマップスマップなどのテレビ番組への出演を契機に知名度は一般層にまで拡大しつつある。2017年までにミュージックビデオ制作のために名古屋、東京、京都、横浜、アメリカ、メキシコ、韓国、イギリス、フランス、ドイツ、中国、インドなどで撮影が行われている。2009年、須藤元気が男性ダンサーと共にパフォーマンスユニット、 ワールドオーダーを結成した。2009年12月16日にデビュー曲ワールドオーダーを iTunes 先行配信で発売。2012年3月15日にデルストリークプロ販売記念のイベントでワールドオーダーの7人のほか640人のダンサーの計647人でワールドオーダーを踊り最大人数のロボットダンスでギネス世界記録に認定された。 2015年後半からフロントメンバーの須藤は表舞台から離れプロデューサーとして裏方に徹していた。2019年6月、須藤が政治家活動を開始するにあたってプロデューサーを引退した。竹岡恒吉は2013年4月から研修生ダンサーとして入っていたが、同年8月1日に終了した。2020年3月以降は所属メンバーを固定せず、 出演案件ごとに最適と思われる編成にて対応する運用スタイルに変更された。レッツスタート WW3 は当初他にザネクストフェーズ、マルティポラリティ、ウィー r ーオールワンが収録予定だったが取り消された。街中での撮影は基本的に封鎖は行わずその時その情景を撮ることを旨としているため一般の人がカメラとパフォーマーの間を横切る。 映像がそのまま使われていたりする。ありがとうございます。